よいたのニュースチャンネルです。地方書店に掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただけましたらグッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。今回ですね、この、VTuber 結構いろいろいるんですが、沖縄を舞台に活動する VTuber がこう話題になっていましたので、関連サイトと合わせて紹介していきたいと思います。記事はこちら琉球新報からです。VTuber 寝まぐいスマホで確定申告して税申告大使に就任、沖縄からの記事になります。沖縄国税事務所は14日2021年分、所得税などの確定申告費のスマホ申告キャッシュレス納付の推進アンバサダー、大使として沖縄発バーチャル YouTuber の寝まぐいさんを新任した。那覇市の沖縄国税事務所で開かれた就任式で、小平所長からテレビ画面内の寝まさんに任命状が交付された。ネマさんの活躍するデジタルの世界と国税庁が推進するスマート納税の相性が良いことから沖縄国税事務所が就任を依頼した。ネマさんは今後動画投稿サイト YouTube の公式チャンネルなど SNS を活用してスマホ申告の活用を呼びかける。スマホ申告を実際に体験したというネマさんは VTuber として毎年手書きで確定申告していれば指示に従って入力するだけで簡単だった。新型コロナウイルス禍で密を下げるためにも自宅からのスマホ申告キャッシュレスの方をお勧めしたいと話したということです。そのこちらですね、はい、こんな感じになってます。VTuber の活躍はそのままどんどん広がってるなというふうには思うのですが、で、こういう記事はですね、いろいろ他にも出てたんですけれど、例えばこちら沖縄国税庁の沖縄国税事務所のホームページですとか見てもですね、今回のこの例えば発表したクリック、今回のこのアンバサダー就任に関する記事っていうのが出てないんですよね。例えばこちら、沖縄部というサイトがありまして、こちらにネマウイさん活躍してるんですが、こちらも何か発表がないんですよね。ですからもともと確定申告の時期これからなので、その後に確定申告が始まったら何かしらこう記事が出るのかもしれませんけれども、ちょっと何にもないのは寂しいなという感じです。その他にもいろいろな記事で新聞テレビ各社がこう記事にはしていたんですけど、それに関するこう公式のニュースリリースが見えないなというのはちょっと寂しいかなというふうに思いました。でもこちらですね、アンバサダー大使就任は間違いないということですね。今後の活躍を期待していきたいと思います。こちらの今回の琉球新報の記事と、こちらのサイトですね、関連サイト概要欄にリンク貼っておきますので、興味のある方はクリックして読んでいただいて、こちらスマホを利用してのこれですか、スマホ申告キャッシュレスのほうですか、こちらを試してみてはいかがでしょうか。今後もこうした形で視聴者などに掲載された良いニュースや楽しい話題皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。